お疲れ様です。アルパカです。今回は前回に引き続き、購入した X106 のアクセサリーを俯瞰撮影で2品ご覧いただきます。その後 X106 についてのさまざまな検証を行いたいと思います。まずは俯瞰撮影をご覧ください。今回は ZV-E10 にセルプ 1020G をつけて、録音は ECMW2BTR を使っています。前回に引き続き X106 の追加装備品について、お見せいたします。まず、レンズフードです。もうすでに、つけておりますということですね。これはですね、なんでつけたかというと、やはりレンズフードがないとついこのレンズに、手が触れたりということで汚れるケースが非常に多くて、どうしてもやっぱりこのレンズフードがないと、やっぱりこのレンズが汚れたりとか、これに触ったりとかいうことになりますので、やっぱり必需品ということで後で購入したわけなんですが、ただ、このレンズフードについてはアダプターリングとのセット販売なので、もうすでに単品でアダプターリング購入しておりますので、アダプターリングが、余ってしまっているという状況です。ですから、もし最初からもうこのレンズフードを買う場合はですね、アダプターリングを単体で、購入するようなことがないようにお願いいたします。もったいないからですね。ですから、このレンズフードをもし最初からつけるつもりであれば、もうレンズフードにアダプターリングがついておりますので、一緒に購入していただければ、このレンズ、これですね、フィルターと一緒につけることができます。ただちょっとですね、このレンズフード、ちょっと閉まるような感じはするんですけど、結構軽いんですね。ですから、なんかの折にはですね、ここをちょっと確認しておいた方がいい、緩む可能性が非常にありますので、確認しておいた方がいいのではないかなというふうに思います。これが、レンズフードです。なかなか格好がいいんではないかと思いますが、ただこれに、やはり出っ張りが出るわけですね。ただ前回、お見せしたようにキャップをどうせつけますので、こんな感じでキャップ部分よりはちょっと 出るような形ですから、今までよりも出るんですけど、キャップも目立つようなこともなく、非常にすっきりと見えるんではないかというふうに思います。それではもう一つなんですが、それがこれですね、スモールリーグさんの、この L 型プレート、 L 型ハンドルですね。やはりハンドル、どうしてもですね、やはりこのハンドル部分がですね、非常に引っかかりが薄いので、こうやって持った時にですね、つい落とすということがどうしてもあります。ハンドグリップはつけてるんですけれども、やはりその可能性もあるので、ここにつけました。それからですね、この F38 のですね、ウランジの、カメラのですね、クイックリリースプレート、これがですね、もうこれ私の方ですね、今まで、ピークデザインとの併用でやってたんですが、もうピークデザインを、もう諦めて、もうすべて、F38 フランジの F38 のクイックリリースプレートで統一するようにしました。すべて三脚もカメラもですね、統一するようにしたので、もう、
ウランジの、ウランジと、ピークデザインの、併用の、クイックリリースプレートは必要なくなったということですね。ただですね、この、今現在この単体で購入する場合はですね、この回転ずれですね、回転ずれ分かりますかね、ここですね、回転ずれのここにつけついてるもの、これしかもう販売しておりません。単体ではですね、セット販売ではですね、まだ、この回転ずれ、回転防止プレートがついた、ついてないものがありますけれども、現在単体ではですね、今アマゾンで2780円ということで、回転ずれ防止プレートが、防止プレートがついたクイックリリースプレートですね。これしかないということです。まあ、これはですね、ここの、まあ、一緒についてきます、六角レンチの後ろ側がですね、ちょっと星型のレンジになっておりますので、これを外せば、まあ、元のプレートと、まあ、大体同じような感じになるんですね。で、確認していただきたいんですが、まあ、前も見ていただきました通り、まあ、こちらの方にですね、裏側のギリギリいっぱいですね、こういう状態をつけた時に、どうしてもこれを開けた時にこれに当たるということですね。当たってまっすぐにならないんで、やはり電池等がですね、少し出しづらいという、ことになっております。で、まあ、今回ですね、それをまあ、そのまっすぐにですね、なるべく開けるような形を取るためにはですね、この L 型プレート、これが必要になってくるというふうに判断して、スモールリーグさんの、サイトの方から直接ですね、購入するようなことになりました。 でもですね、現在もうアマゾンさんでも、もう販売されております。私が購入した時はですね、アマゾンさんの方に、商品として、上がっておりませんでしたので、スモールリーグさんの直接のですね、サイト、オンラインショップの方でしか、買えなかったので購入しましたけれども、だいたいやっぱり、注文してから、入るまでにかなりの日数がかかります。ではこれを今外してですね、今度プレートをつけて見ます。今のところ、傷もついてない状況です。ちょっと拭いておきます。でですね、このプレートなんですが、今ネジ穴の、まあ、これ三脚穴なんですが、レンズの中央にないんですね。ここにあるんですね。レンズの中央はこの辺なんです。で、これがいいところはですね、このプレートをつけるとですね、三脚穴がレンズの中央に来るということですので、これもまた非常に、いいことになっております。それから当然こういうコンクリートの上に置いた時にですね、これが最初に当たりと、この直接ボディに当たりませんので、傷もつかないと、本体に傷がつかないということになります。それではちょっと今から取り付けてみます。それでは一応取り付けの方を完了いたしました。こちらの方ですね、見えますでしょうか。これが、回転ずれ防止ということで、これをきちっと、まあ、角に置くとですね、回転ずれが、止まるということです。で、現在これにつけようとするとですね、どうしてももっとこの蓋が開かないような状況になります。まあ、ちょっとつけてみますけど、この方向だとですね、
さらに、開かない状況になってまいります。まあ、この状況なんですけどね、簡単に言いますけど、もう蓋がこのような状況になるんで、もう全然開かないような形になってしまいます。したがってもう、この今のプレートをですね、つけるにはもう外して、つけないとつかないということになります。それでは今から装着します。こちらですね。そしてここに使うネジはこのネジですね。4分の1のネジをですね、ここに装着します。これで、一応完璧についた状況です。こんな感じですね。非常に持ちやすくなります。まあ、ここに引っかかるんで、今後落とすということもですね、非常に少なくなるのではないかなというふうに、グリップ力がかなり増したというふうに思います。それから、まあ当然こちらの方も、問題なく電池も取り出すことができます。それではあと、クイックリリースプレートをこちらの方につけさせていただきます。今回はですね、この、回転ズレをここに引っ掛けることが、手前に引っ掛けることができますので、でこの前面のところにですね、プレートの前面のところに引っ掛けて、確実に動かないように、そして締めるということで、これで完全についたということですね。で開けても問題なくいいです。ただですね、やはりこのプレートにですね、当たるんですね。ちょっと試しにやってみますけれども、これ今プレートに当たった音です。やっぱりここにですね、どうしても当たるので、一応、こちらの方にですね、パーマセルテープ、をですね、貼って、まあ、傷がつかないようにこちらにやっております。やはりどうしてもこの部分だけはですね、やはりこういうふうな形で当たってしまうということで、まあ、ちょっとなかなかうまくいかないところではあります。で、この締めるやつはここにマグネットですね、つきますので、いつでも取り外し等はできます。以上でございます。これで、一応、こちらですね、レンズフード、そして L 型ハンドル、こちらの方、両方ともつけることができました。で、まあ、L 型ハンドルとですね、一緒にですね、こちらの方のですね、シャッターボタン、なんか赤いシャッターボタンですね、ちょっと今手元にないんですけども、それと、こちらの、ホットシューのカバー、がついてまいります。ホットシューはですね、もし落としたらいけないんで、まあ、今回もう
すべて、このスモールリグの、ですね、スモールリグさんの、フォト集に、変えております。こちらですかね。見えましたでしょうか。に、変えております。そうするともう、もともとのオリジナルの方は、もう、保管するということで、もしなくしても、大丈夫だということになりますので、こちらの方、変えております。スイッチの方はどうしてもなんか、こう、あんまり私としては感触が良くなかったんで、シャッターボタンについては、もう使わないということにしております。それでは、追加の品としてですね、もう一つ、購入したものがございます。これが、こちらでございます。PGYTEC15CloudBag M ミッドナイトブラックというものでございます。これは Amazon さんで今、いくらぐらいですかね、6000円か7000円ぐらいだと思います。ちょっと私も今あんまり覚えてないんですが、こちらですね、カメラバッグということです。まあ、カメラバッグでですね、非常に軽量で、持ちやすい。そしてここにですね、簡単にここのところですね、マグネットできちっとですね、ここにはまるような感じで開きにくいような形でチェック、になります。で、中の方もですね、こちらに、電池を入れたりとかいう、ポケットもございます。こちらの方にですね、こちらのポケットが1箇所2箇所あるので、まあいろいろスマホとかそういうのも入らないこともないです。で、なんでこれを購入したかというと、やはりこれだけを持ち出すときにですね、どうしても、他のバッグだとですね、傷がついたりとかいうことがありますので、これだとですね、中が完全に保管されておりますので、まあ、こちらの方に入れてですね、それで蓋を閉めるという感じですね。これでカチッと、もうこれで守られておりますので、結構楽です。で、これはこちらの肩ショルダーでも石斜め掛けもできますから、これで、まあ、超軽量のですね、カメラバッグ、まあ、それで、まあ、結構自由にいろんなものが入りますので、まあ、スマホを入れたりとかいうこともできますので、まあ、こういうところを考えるとですね、結構スッと、まあ、外出するときにですね、これをうまく使うことができるんではないかなと思って、購入させていただきました。以上です。それでは、これで、追加の、装備品について、購入したものについて、紹介させていただきましたが、これで終わらせていただきます。それでは、今から X106 についていろいろと検証していきたいと思います。まず、解像度チャートを使って中心部と周辺部の解像度を見てみましょう。比較するレンズは X106 と α7C2 にタムロン 28-75mm G2F2.8 と α7C2 に FE85mmF1.8 の3つのレンズです。F2、F4、F5、F5.6、F8 を比較してみます。F2 は X106 と 85mm だけなので、後で比較します。それでは今から F2.8、F4、
F5.6、F8 の順に中心部、周辺部の順にご覧ください。どうでしょうか。タムロのレンズだけ F2.8 で周辺部の解像が若干甘いような気がしますが、3つのレンズとも中心部も周辺部もほぼ解像していると思われます。それでは X106 と 85mm のレンズのみ F2 の解像度を比較してみます。中心部、周辺部の順にご覧ください。どうでしたでしょうか。X106 は開放から改造しています。FE85mm F1.8 もなかなかです。この結果からどのレンズも F 値に関係なくしっかり改造するレンズであることが分かりました。それでは次に X106 のデジタルテレコン画像とローファイルをトリミングした画像との比較を行います。まず 35mm の JPEG ファイルとローファイルをご覧いただきましょう。ファイルは取っ手出しの JPEG ファイルとローファイルをそれぞれ JPEG 形式で書き出しています。なお JPEG ファイルのフィルムシミュレーションはリアルエースです。ローファイルより少しコントラストが強い気がします。画素数はいずれも4000万画素で、画像も解像感も変わりません。次は 50mm にデジタルテレコンした JPEG ファイルとローファイルと JPEG ファイルを 50mm の大きさにトリミングした画像を比較してみます。デジタルテレコンの画素数は2000万画素、ローファイルのトリミング画像は1900万画素です。続いて同様に 70mm を比較します。デジタルテレコン画像の画素数は1000万画素、トリミング画像は1200万画素で、画像や解像感もほとんど差はありません。このことから、デジタルテレコンもトリミングも画像や画素数に変わりないことが分かりました。したがって、今後は基本的に 35mm で撮影することにしますが、
画角の確認が必要な場合はデジタルテレコンを使用したいと思います。そこでコントロールリングにはデジタルテレコンを設定することにします。次に参考までにフィルムシミュレーションを見ていただきましょう。今回は代表的な3つを比較しました。右からクラシッククローム、ディアラエース、ノスタルチックネガ。近景では分かりにくいですが、クラシッククロームよりもコントラストが若干強いのがディアラエース。少し暖色系でレトロチックな傾向にあるのがノスタルチックネガです。最後に AF 性能を比較してみます。どうも α7C2 の画像と比較すると X106 の方が画像にキレがないので AF 性能に違いがあるのではないか検証してみました。アルパカは花の写真を撮ることが多いので花弁とおしべ、めしべの両方をしっかりと撮りたいのです。そこで簡易的に自作の花を写真の通り作成してみました。アルファベットを印刷した紙で花弁を作り、中心部の W に AF を合わせることにします。W の前方におしべ、めしべとしてアルファベットの細い2枚の紙を取り付けて W に AF を合わせにくいようにしました。X106 を AFS のシングルポイントで AF チェックをしていきます。F 値を 2.0、2.2、2.5、2.8 の順に見ていただきます。ご覧の通り、手前の2枚の紙にピントが持っていかれて、2.0 から2.5までは W がボケてしまいます。F 値 2.8 でやっと手前の文字と同様にピントが合いました。2.8 まで絞ると花の中心部まで撮影できることが分かりました。花のような込み入った部分を撮影する場合は F 値を 2.8 まで絞って撮影するのが安心です。アルパカは今後基本的に F2.8 で撮影することにします。もちろんぼかしたいときは F2.0 の開放で撮影します。また静物は AFS のシングルポイントで撮影するのがいいと思いますが、どうも AFS だと被写体ブレや手ブレでピンボケ写真になることが多いようです。したがって現在は AFC のシングルポイントで撮影しています。 AFS よりもヒット率は高い気がしています。どちらのモードがベストなのかについても今後継続して検証していきます。それでは α7C2 とタムロン 2875F2.8 を見てみましょう。 F 値 2.8 から 4.0 までは W にピントが合っていない感じです。 4.5 まで絞ると
W にピントが合いました。センサーサイズなどの違いはありますが、結果的に両方とも3段絞るとピントが中央部に合う結果になりました。この結果から X106 の AF 制度には問題はなかったということが分かって安心しました。次に X106 と α7C2 にタムロン 2875F2.8 をセットして35ミリで実際に撮影した画像を比較してみます。左右どちらが X106 か当ててみてください。この比較検証のみ X106 のフィルムシミュレーションをスタンダードにしています。左が X106 です。どちらの画像もほとんど変わりません。実写においても AF 性能には差はなかったことになります。フォーカスポイント数では X106 が334点少ないのですが、その影響は全くなかったのです。ただ、画質に違いが生じていました。X106 の画像は、α7C2 と画質を合わせるために、ライトルームで現像しています。それでは、元画像で比較してみます。違いがわかるでしょうか？X106 の画像に露光量と明瞭度を少しプラスして α7C2 の画質に近づけています。つまり X106 の画像は α7C2 よりも少し暗く少しシャープさを抑えた画像なのです。アルパカがα7C2 と比較すると X106 の方が画像にキレがないと感じたのは AF 性能ではなく富士フィルムとソニーの画質の違いが原因だったのです。これまでの検証の結果 X106 は開放から解像度が高くフォーカスポイント数にかかわらず AF 性能に優れており、富士フィルム独自の JPEG の色作りを楽しむカメラだということが分かりました。スタイルの良さ、軽量コンパクト、AF 性能の高さ、フィルムシミュレーションの楽しさなど、素晴らしいカメラだと思います。X106 に出会えて本当に良かったです。今回の比較検証はここまでにしたいと思います。次回はオール A モードと A モードと S モードの比較、ND フィルターの使用の有無で写真がどう変わるか、無限遠の解像度、などについて検証してみようと思っています。それでは最後に
本日の X106 の検証結果をまとめてみます。第一に X106 の 23mmF2.0 のレンズは開放から中心部も周辺部も改造する素晴らしいレンズでした。第二にデジタルテレコンは画角の確認としてのメリットはありますが、トリミングとの差はなく、70ミリでも1000万画素あり、トリミング耐性はかなり高いと思われます。第3に、AF 性能は α7C2 と同等で、AF で迷うこともなく、高性能な AF 性能を持っているカメラでした。それでは皆さん、さよなら、さよなら。